高校生の頃の話なんですけども、連れが喉が渇いていたみたいで、授業が終わってすぐに給水器に水を飲みに行こうと思ったら、その先に竹島さんが水を飲んでいたというんですよ。でその竹島さんという人は女の子で、ちょっとがたいが良くて、で身長も多分自分と同じぐらいだと思うんですけど、まあ相撲やったら絶対僕負けますみたいな人で、でまあちょっとギャルなんですよね。でその連れがまあ5分ぐらい時間潰してまた給水器水飲み行こうかなと思ったら、また竹島さんが水を飲んでいたというお話でした。